本日は鉄道博物館にお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより約10分間の運転プログラムを行います。プログラム中は演出上照明が大変暗くなります。ご観覧の際にはお足元や貴重品に十分ご注意ください。このジオラマ室内カメラ撮影は可能ですが、フラッシュ機能を切ってのご撮影をよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました。ただいまより約10分間の運転プログラムを行います。短い時間とはなりますが、最後までごゆっくりお楽しみください。まだまだいいの、まだでも誰か。明け方、まだ暗い中央駅を通勤列車が出発していきます。駅から左に出発していくのは山手線です。都心をぐるりと一周しています。全部で29駅あり、ホームドアも設置されています。車内にはテレビモニターがついていて、電車の中でニュースや天気などさまざまな生活情報を知ることができます。続いて右に出発しているのは東海道本線です。鉄道の始まりとなった新橋、横浜間を含む路線です。通勤路線として今も昔もたくさんの人が利用する日本の鉄道を代表する路線です。東京の真ん中をたくさん走る JR 東日本の通勤電車は走る路線ごとに色が違います。路線ごとのイメージカラーを車体にまとっているので、似ている形の電車でも帯の色で走る路線が分かるようになっています。鉄道博物館のヒストリーゾーン1階には現在の通勤型電車の基本にもなったオレンジ色のクモハ101形式電車を展示しています。ぜひ今の通勤電車との違いを探してみてください。続いて中央駅からは新幹線が出発です。新幹線だって。あれだ、早く右に向かって走り出したのは E7 系輝きです。2015年3月14日に長野金沢間が開業した北陸新幹線で活躍中です。日本の伝統と最新技術の融合も表現したデザインとゆとりあるインテリアとなっています。また厳しい勾配区間を走行するためにブレーキ性能を向上させています。朝のラッシュが終わった中央駅からは色鮮やかな特急列車も走り始めます。右に出発していくのはレックスというニックネームでおなじみの成田エクスプレスです。外国の方が最初に見る日本の代表的な特急電車です。旅行やビジネスで日本に来た方が成田から乗車し、東京、横浜、大宮などの首都圏各地へと向かいます。続いて左に出発していくのは日光号鬼怒川号です。赤と黄色のカラフルな車体は日光にある神社やお寺、綺麗な紅葉を表しています。特急電車は目的地のイメージで作られているものもあり、
少ないから乗っているお客様を楽しませてくれます。右に向かって特急スーパービュー踊り子も出発しました。旅行で人気のある静岡県伊豆半島を目指す観光特急です。天井まで伸びた大きな窓からは海の近くを走る迫力ある風景を楽しむことができます。続いてはたくさんの荷物を運ぶ貨物列車が出発です。駅の少し後ろ、ライトの点滅している山の麓のトンネルにご注目ください。トンネルから出てきたのは EH500 金太郎です。続いて中央駅からは青い貨物列車スーパーレールカーゴの出発です。金太郎やスーパーレールカーゴなどの貨物列車は一度にたくさんの荷物を運ぶことができます。力持ちの電気機関車には桃太郎やブルースターなどニックネームがついています。大気汚染や温暖化が問題となっている今、環境に優しい貨物列車が世界で注目されています。鉄道博物館にも貨物車両を展示しています。どんな荷物を運んでいるのか調べてみてはいかがでしょうか。だんだんと日が暮れてきました。中央駅からは夜行列車が出発です。駅の奥のホームから右に出発していくのは寝台特急サンライズエクスプレス。東京から出雲市を結ぶサンライズ出雲と途中の岡山で分かれて高松を目指すサンライズ瀬戸です。新幹線の登場により目的地までの時間短縮に注目されがちですが、サンライズのようにゆっくり時間をかけて楽しむ鉄道の旅にもまだまだ強い人気があります。このように現在では目的や用途に合わせて便利に鉄道を選ぶことができ、当たり前のように通勤電車や特急列車が走っていますが、昔から鉄道がここまで便利な乗り物であったわけではありません。鉄道博物館ではその鉄道の進化の過程を実際の車両を見ながら学ぶことができますので、皆さんも今と昔の違いを探してみてはいかがでしょうか。なんでお前ら動いてんの？いよいよ夜明けがやってきました。今日は最後にもう一つ新幹線をご紹介して運転プログラムを終了にしたいと思います。このジオラマの一番右奥、ライトの点滅している大きなトンネルにご注目ください。トンネルから出てきたのは日本で一番速い新幹線E5 系はやぶさと E6 系いこもちです。日本最速の時速320km で走行しています。はじめは時速 210km だった新幹線も50年の時を経て時速 320km までその性能を高めました。皆さんの頭上のモニターからもこの新幹線の速さを感じていただけるでしょうか。はやぶさやこもちのように今日も鉄道は皆さんの暮らしのために進化しています。皆さんが考える未来の鉄道はどんな形でしょうか。鉄道博物館の今日の体験をきっかけに未来の鉄道をイメージしてみてください。以上をしましてただいまの運転プログラムは終了です。皆さん最後までご観覧いただきましてありがとうございました。この後も鉄道博物館での一日をお楽しみください。頑張ったね。